すがっすね、ほんと。しかも、ね、ギターソロを弾いてからの、あのギターソロ、ね、回してから次どこ戻るかで歌始まるじゃないですか。そうだね、ギターソロ弾いてからすぐ歌う。上條さんもそうだ、同世代ですよ。ギターサクサクで同世代、21歳ですね。21歳ですね、上條さん。あ、違うよ、上條さん僕と同い年だから16歳。あれあれいいですね。上條さん、懐かしい同世代ですから、ギターザクザクしてる。これはスラム、あ、スラムダンクですよ。島風さん登場しましたよ。島風さん、はい。島風さん、待ってますよ。あかりさん。お待ちしてますよ、お待ちしてます。あかりさん。ぐさん、今、なんて言いました？え？なになに？あかりさん、あかりさんが来ましたねって言っただけです。あかりさんの話してます？あかりさん来た、来ただけ。あかりさんが来ただけ。女性？いや、あ、そうか、え、まこさんその話知らない。え、わかんない。僕も知らない。え、あかりっていう女性と何かあったんですか？いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。ビールもらっていいですか？そんな、モノマネで、モノマネで。あかり、あ、言っていいんですか、ぐっさん。お、ぐっさん。あかりちゃん待ってます。あかりさんから返信します。何、何、言っていいんですか、どういうこと。知らねえっすよ。さっきね、やだやだ、もう一人のあかりさんから、してからあかりさんから、あのね、まあね、あかりさんの話はね、そうっすね、そうっすね、さておき、さておき、さておき、あれだ、朝日スーパードライ、高松さんはどうですか、はい、毎日ライブ、ツイキャスライブ配信してる、すごくね、まあ月から土曜日まで、あ、ゴールデンウィークはどうされるんですか。ゴールデンウィークね、あの、うん、無視してやっちゃおうかなと、うん、なるほど、ね、だってね、これであのゴールデンウィーク休んじゃうとさ、うん、途切れちゃう、途切れちゃうし、うん、あの確かに結構空きますもんね、そうですね、でもまたその、まあね、伸びる可能性もありますね、多分伸びますね、うん、これで1ヶ月伸びちゃったら多分ね、配信メンバーね、スーパーセッショニストになっちゃうと思う、うん、確かにナナ君なんか本当にこれやり始めてめきめき、いやー、同じ楽曲すごい思う、ナナ君はね、だってずっといろんな曲どんどんやってる、いやでもありがたいですよ、ほんとすごいかっこよくなったと思う、ありがとうございます、見てて、うんうんうん、ナナ君もメリットだもんね、いやもうほんとそれは間違いないですね、こうやれる毎日ってすごいね、まあナナ君メリットかもしれないけど、僕はね、はい、スカルプ D ですからね、おいかもこの機会に育毛ナナ君メリットスカルプ D シャンプーの話ですかね、先発ですね、スカルプ D は増毛ですね、うんうんうん、どう効果は、スカルプ D の効果はどうですか、あんまり言わないかサクセス的な、さあさあサクセス的なね、サクセスはあのシューってやつね、リクエストは、はい、あ、え、まこさん薬師丸ひろ子のウーマンとかわかります、もうじゃあもうやりましょう、いいかなー、いいねーでしょ、いいかなー、あ、はい、なんか多分曲は知ってるけど、あの歌ったことはない、じゃあみんなで歌いましょう、やってみましょうか、うん、激渋です、上條さんが激渋でもね、これは本当にいい曲ですね、いい曲ですよね、本当に、あ、ゆかりさんから来ましたよ、あれ、まこちゃん、ゆうじんさん、こんばんは、こんばんは、今日いらっしゃってます、突然お邪魔してます、お元気ですかやってみよう、とにかくやってみようですね、そうですね、ふと静かになってる、違う、薬師丸ひろ、ふと静かになってしまいたくない、これふと静か、そうそうそう、あ、違う、いかないで、そうそう、あ、違う、いかないで、いかないで、いかないで、そっか、そこが繋がってるわけ、上條さん、やってみよう、わかんない、やってみよう、もう行きましょう、ウーマン、ちょっとお待ちください、ウーマン違う違う、それじゃないそれもあるけど、ね、いろいろ出てくるなそれは中西恵三、懐かしいね、懐かしい、なんで21歳懐かしい曲出てくるね、さっぱりわかりませんよ、そうかも、ちょっと待って、君何歳、シング22は本当にわかりませんよ、ウーマンていうか中西恵三やりたい、懐かしい、中西恵三さんあれですよ、ね、ほらほら、なんだっけ、はい、NHK のあのボヨヨンヨン体操かなんかを今上げて、ほう、歴代の歌のお兄さんたち集めて、ボヨヨン体操、ボヨヨヨンと空、あ、聞いたことある、最近ですか、
最近最近あの、Facebook でこの間見ましたね。シャキーンパワーアップ。えっ、おっ、たぶん高くないね。たぶんね、元気でいけると思う。え、Cマイナー始まりですか。ちょっと待ってね、Cマイナー始まりで、僕も、ああ、そうかそうか、そうかそうか、あの向こうでやってくれてるのに僕がマウスを触って怒られるって。8割ぐらい工藤静香の感覚で、え、誰が歌い、誰が歌い、あなたですよ。ちょっと待って、もう私の中工藤静香だ。もういいか、あーてこう、ラララララってやつ高いかな。ゾウゾウそばにいて、窓のそばで。もうこれ上條さんの声が入ったらいいのね。じゃあ上條さんも入ってもらって。あ、上條さん、中西圭蔵も行きますか。もうちょっと21歳分かり合えるねこれ。でもさ、ユージさん分かり合えるけど、はい、ウーマンってウーマンケミガーのとこしか知らない。分かんない。寂しかった。しかもこの薬師丸ひろ子さんのもちょっと怪しいっていうね。まあ高松さんと頑張りましょう。リードリードしてください。分かるところ声出すけど全然頭からいけないよ。
ません。でもなんかあのちょっと妖艶な感じのいい曲。いい曲です。最後 の終わり方誰も知らなかった。最後の2曲どうなってるんですか。みじょうさん挑戦はしました。そうそう、でもいい曲、すごい綺麗な、ほんといい曲ですよ。ビールください。聞いたことは、歌う、私がちょっと歌うとみんなが分かってるかなと思って黙るから。無理無理。いいですね、このね、いいですいいです、このオープンマイクな感じがね、分からない曲を。ユーミンの曲なんですってって来てますね。え、そうなの。もともと、へぇ、提供したのですかね。へぇ、そうなんだ。ねぇ、薬師丸ひろ子、もうあれですよ、薬師丸のひろ子といえばあれですよ、そのこれもあのドラマの曲かなんかじゃない。さあ、角川春樹ですよ。みんな知ってますか、わかりますか。多分後ろの方はわからない。ちょっとわかんないです。ねえ、この曲はさ、わかる人いるかな。もうね、こういう曲がね、多かったの。高松さんしかわかんない、このドラマの曲だねって。あれ、このウォーマンってさ、映画の曲かなんか。映画ですよね、多分ね。そう角川ノベルですよ。だからね、角川文庫の話を僕いない中でしないでもらっているでしょうか。ちょっとね、この80年代に角川春樹がね、やったんですよ、この、ね、こういう曲をね、いっぱい出したの。でもいい感じにわーって言ったら、あのなんか麻薬で捕まっちゃうみたいな。そうなんだまあやっぱりね、ちょっとやっぱ才能というか雰囲気がある。そうそう、なんか1日ね、1万回木刀を振るとかね、角川春樹さん伝説があるんですよ。そうもうやっぱりね、こういう曲を聴くとやっぱり角川春樹さんを思い出しますね。あれ、誰も知らないね。知らないですね。こういう時はあれですよ、カメラに向かって、ジェネレーションギャップ。知らない。W の悲劇っていう。あ、そうそう、W の悲劇。そうです、ね、そうです、W の悲劇っていう。あ、あちこさん、そうです、それです。そう容疑者 X の、あ、そっちなっちゃう。実に面白い。あ、スズメさん、パチパチパチ、いい曲です。前列にスルーされてない。何もない、何もない。では続いて、はいはいはい、誰行きますか。グッサンか。あ、グッサンだね。あのさ、ちょっと待って。はいはいはい。あのさ、ナオト君ってさ、ツイキャスで僕見てるんだけど、歌ったことある。ない。ナナ君は歌ったことはない。ナナ君先生からそうくる。あ、そうそう、その前にさ、あの Z コードの下りをさ、もういい、ね、A のよ。昨日はね、なんかね、ナナ君があのグッサンに向かって Z コード知らないのつってZ コード、Z ってあるよって話をしてたんですけど、ね、先生、Z ってあるんですか。ありますよね。あるある。ノッキー。ほらね、ほらね、やっぱりね、ちゃんとユージさんに教わってますからね、僕は。そっか、あるんか。あるあるある。あ、みんな知らなかったんだ。絶対もありますよ。ユージさんのおかげでね、僕も知ってるんで。あれじゃ、 W もあるんでしょ。 W もある。 W もありますよね。え、じゃ、あ、じゃあ、ユージさん、Z のコード弾いてもらっていいですか。ちょ、鳴らしてみてください、ちょっと。Z コードはね、普通では弾かないんで。普段は使わないですね、やっぱ。普段使わないんです。特殊な時に使う。ここ特殊な時。どういう時使うんだろう。そう、もう滅多なことでは弾けないんですよ。そう、滅多なことでは。人生の儀式があるんで。そう。あの、軽々しく弾いちゃいけない。弾けないんで。あんまり曲をもう出せないんで。何？本当の話。マコさん僕も分かってないんで。誰も分かってない。あのテロップで、あのそんなコードはありませんって出したことない。大事。怒られちゃう。そう、ナナ君、今でこそ行けないですけど、カラオケ行くと歌ってるよね。それはカラオケ行くと歌いますけど、ね、何歌ってたの。ナナ君ってすごい声がすごい個性的で、なんていうか、まあそうですね、なんてちょっとハスキーっていうか、うん、ちょっと高音かな、なんかいい感じの。でも実はナナ君普通に歌うからね。うん、あ、そう、全然、まあ、レッスンの時とかってこと。え、だってオープンマイクの時歌ってる。あ、まあ、それはね、うん、ここで歌わないだけで。歌わないです。聞いてみたいね。お、まさかの行っちゃう。だって毎日やってるんだもん。だってさ、僕らが来なかったらさ、奈々くん絶対歌わないでしょ。うん。いや、でも、何歌えばいいですかね、だとしても。みんなが知ってるね、そういうやつができればいいけど。
でもね、そんなの関係ない。関係ない、確かにそうだ。そんなの関係ないや。自分が好きな曲を歌うのは大事。うんうん、お、動いた動いた。そうです。じゃあちょっと繋いでおいてください。ああ、繋いでおきますよ。じゃあそれがグッサンでいきますか。グッサン。グッサンも毎日歌ってるからどんどんね。そうだよね、声が僕は変わってないです。本当にこれ毎日やってるとなんかだんだん調子よくなってくるっていうか、本当に安定感とかなんかの、のそうだって考えてみてください。3時間半の生放送毎日やってるわけですからね。そうだよ、ね、本当にいろんな曲もチャレンジしてね。80時間ぐらい行ってますもん。すごい。もっと行ってんじゃない。延べあ、この間70時間だっけ。そうですね、すごい。で、昨日がね、最長視聴者数だったんですよ。何人？マックスで50何人。うわ、同時じゃないですけど、同時じゃないけど、そのクールの入ってきた人の人数。そうそう、昨日の初めのお客さん以外にもっていうのは、あのね、多分それがもう今結構見えてるみたいで。すごい。それはすごい。本当すごいなと思って。昨日多かったっすね。再開後にね、そうですよ。まあ、あのね、ぜひあの面白そうな楽しそうな店だなと思ったら、コロナ終わったらね、本当にそうですよ。名古屋のお店でございますんで、ちょっとお会いしましょう。名古屋で、うん、だいたいこんな感じでみんなであの代わりバンコでやりながらセッションして、はいはい、あの遊んでる店です。そう。じゃあポルノグラフィティのアポロで。おーい。アポロじゃん。グサンがなんか早そうな曲だねそれ。ビート聞いてください。なんか早そうな曲で。カホンで。あ、もうやんな、叩かない。あ、なるほどね。そう、はい、あのドラムボーカル、さすがにドラムボーカル無理ですね、僕。まあね、ドラムボーカルかなり難しい。そうですね。あれでもね、めぐちゃんこの間やってたよ、ドラムボーカル。事故りそう。あー、そう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 。じゃあドラムボーカルにします。いや、切るの、あの調整しながら、グッサン、グッサンに入ってもらいながら叩けそうなとこ叩きながら、なるほど、探ってみるのいいんじゃないですか。もしかしたら一回やってみたら、もしかしたらね、あの CCB だったりするかもしれない。CCB 歌ってます。え、CCB 知ってる？職場のおっさんがドラムやってますよ、絶対それできますね。イメージが。ユージさん出てます？コード出てます。キーは元気 D。 元気 D です。でも OK です。ちょっと待って、でもさ、例えばこれをあの明日編集して、はい、っていう話になった場合、まあ、前の下りが必要じゃないですか。なるほど。だからそのアポロ の、 あのいい感じの下りを、え、これ載せてほしくないよ。あ、いきなり、その間にビールください。え、 B フラットセブンマイン、なにこれ、どんな曲だっけ。ね、わかんない。グッサンやばかった、ちょっと歌ってみて。コーラスあるの、グッサン。すごい、めっちゃ速そうな。あ、でも、ナナ君声高いからいい感じ。ちょっとギリギリですけどね、この。ギリギリショップだな。いけるでしょ、いきましょう。いけるでしょ、なんともなります。じゃあ、ビジ切って、7分カウントでいきましょうか。え、これ歌入りじゃない。ああ、そう、うん、僕らの生まれてくるずっとずっと前にはもうアポロ11号は月に行ったっていうのに、
全然歌ってたからね。しかもこの曲にね、すずめちゃん合ってるね、声が合ってるねって、声質似てますね、似せましたもんね。これ皆さん見てる人貴重だったんじゃないですか。すごいね、めっちゃ似たね、声質合ってるね、すごく似合います。すずめさん、ありがとうございます。上中さんも新鮮、いい。この人あれなんですよ、もうめちゃめちゃ聴いてますからね。そう、そうめっちゃ聴いてる、めっちゃ聴いて、幅を広げようと。そうなんだよね、すげえね。緊張しますねこれ。わかる、なんかすごいよかった、すごいよかった、ありがとうございます。なんだくんは何、コーラ飲んでる？コーラ飲んでます。ラーコーね、ラーコー飲んでますね。それやっぱ、ね、ラベルを外すのはなんかカメラに映るから。そうなんですよ、あの、あ、スポンサーが、あ、そう、コカ・コーラがスポンサーについてないんで。本当になんかでもよく言いますよね、このステージドリンクのやつは、そうですね、剥がしてましょうとかね、大体です、ですけどね。お疲れ様です、ありがとうございます。でも楽しかったです、ありがとうございます。うん、どんどん歌って、どんどん歌って、え、そう、あの聞いてて、あ、なんだか歌わないのかなってこう、あの、あ、家で見てるときに、うん、もったいないな、うんうん、思ってた。でもあの、まあね、ななくんも今プロドラマーの、プロドラマーの顔して叩いてますからね。そう、もうしれっと、しれっと騒がっちゃってますからね。で、あの、ななくんがこの後、あの、スーパードラマーになったときにこの VTR を、あの、僕は、ね、テレビ局に売るっていう。全然でもいい感じ。それの場合によって僕が買います。流さないでください。はい。じゃあ僕もポルノやりたいな。おう、サウダージとかどうですか。あ、違う違う、許してね、恋が、あれ、それもなんかアニメじゃなかったですっけ、違う、これサウダージもハガレンか、メリッサですよ、メリッサ、あ、メリッサか、メリッサがそうか、君のって映画がそうか、君のって、そう、僕の時代これめちゃめちゃ流行ったんですよね、サウダージ16歳ですね。だから僕の時代だからね、ほんとこのね、1、2年ですげえ流行ってる。あれ最初ってなんだろう、これボーカルどうやって始まる、あ、い、頭ですか、タカ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 タみたいな、ダラ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 みたいな、チェリーさんからアゲハチョウのリクエストを。あ、アゲハチョウってなにゃらにゃにゃらにゃ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 、 A メロ知らないんだよ。あ、グサンいけるんじゃない、グサンいける、あ、じゃあアゲハチョウからいきますか。アゲハチョウ、ポルノターンで、そうですね、アゲハチョウから、ちょっと待ってね、ふんわり、もうすぐ枠も変わりますし、自己紹介からのできます。そうじゃん、自己紹介してないじゃん。自己紹介してなくないですか。 あの、あれですよ、この枠があと30秒で変わったら、いつもの順番だと、今オフライン、そうそう、今オフラインなんで、オフライン、まこさん、僕、まこさん、ななくん、ゆうじんさん、ぐっさん、僕っていう、そうです ね、はい、やばい、これで、ここって充電器のなんかケーブルってあり、ツイキャスやってると、もうなんかガンガンなくなります。速攻なくなっちゃった。あ、戻ったかな。オフラインから復旧しました。